マゲケツありがとうございます。お疲れありがとうございます。こんばんは、こんばんは。うたこんなう一生目バッチリ。そう、今日はメイクしてますメイクしてます。久しぶりに。ちょっとたまにはちゃんとメイクしてるところも見せないとと思ったのでメイクしてます。そう、今日のメイクめっちゃ好きです。今日してもらったメイクめっちゃ好き。お気に入り、お気に入りですハートありがとうございます。お疲れありがとうございます。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、あやねもうたコン見てます。うたコン見てるよ。記事読みましたよ、ありがとうございます。そう、レッツスタディ小論文編が今日で5周年ということで、5周年特別企画に登場させていただきました。イエーイ、嬉しい、嬉しいですね。皆さんがね、小論文編あやねが初めて出た時にめっちゃ見てくださったりね、感想をつぶやいてくださったので、もう一回登場できました。嬉しい、ありがとうございます。歌子出てないわね、あ、これあれや、カラオケのイベントのギフトやね。ヒョウ柄ハートありがとうございます。あやねたちもランキングなんか入るみたいなんだよね。投げキスのギフトとハートのギフトありがとうございます。写真可愛かった、 ありがとうございます文も読んだ。小籠包編惜しいな、小籠包美味しいよね。投げキスありがとうございます。めっちゃ良かった、わあ、ありがとうございます。福岡の自宅、あら遠いね。テレビの前で星座待機中。あやねも、あやねは NHK プラスで見てます。テレビでも見ちゃう、ん？ずれちゃう。テレビでも見れるんですけど、テレビの方は今ね CS で去年の歌唱力決定戦の去年の決勝の再放送をやってるんですよ今 CS で。それが見たくてテレビは CS つけてパソコンで NHK プラス見てます。テレビは、ね、いっぱいあるんですけど CS の、そう、 CS 見れるテレビがリビングにあるので、パソコンでプラス NHK プラスで、あとちょっと遅れるんですけど見てます。今リトグリさんが歌ってる、めっちゃ好き実は。リトグリさん、ハートありがとうございます。ヒョウ柄タコありがとうございます。やっぱり吉見の文章すごいな。いやいやありがとうございます。ぜひ感想をねまたつぶやいてくださったら嬉しいです。ぜひハッシュタグ なんとかつけて。決めつけに吉見見てた、出てたよ。え、今日の昔のですか。今日もやってるけど決めつけ、さっき一瞬見た。たまに再放送やってるからそれかな。嘘、11月の話じゃなくてヒョウ柄のハートありがとうございます。そうそう、雨大丈夫でしたか皆さん。電車とかなんか止まったりしてるみたいですが、姉は特に被害なくですが、皆さんのお家とか、お家とか、お家とか、電車とか、交通機関とか大丈夫でしたか皆さん。あら、感想を書いてたら40分過ぎてましたまだ水耕ちゃん、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ書いてくれて。え、来た、あ、本当だ、話してたら座ってる。ヘッドセットで聞けるよ。今違う方が話してるけどね。ネットで見るのがね。今日は上西玲さんの誕生日、誕生日当日に歌本に出てらっしゃいますが、あ、次の次ってことか。オッケーオッケーでこなしだ玲さん今日。投げキスありがとうございます。ハートありがとうございます。忙しいわ。そう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 、あ、トップ30だって、ありがとうございます。20位、ヒョウ柄ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。投げキッスありがとうございます。
ワイもカラオケイベにエントリーね、してらっしゃる方いるのかな、あの方で一緒に出れるかもしれへんねってね。あら止まってた、あら生バンド、そうか、歌コンって毎回生演奏なんですかね。なぎさ最高の時も生演奏やったよね。ヒョウ柄ハートありがとうございます。自慢みたいなスタバのカスタムママベに書いたやつね。投げキッスありがとうございます。え、自転車通勤したの今日、今日シオンさん映ってますね。あ、こっち決勝ね、決勝忙しいテレビは決勝 CS 通勤自転車で行ったんや朝。え、あらなかなかのチャレンジャーやね。ヒョウ柄ハートありがとうございます。富士山でびしょびしょ、富士山登ったの今日。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ね、埼玉雨降ってる、関西ももうちょっとやんだかな、もうやんだかな、うん、けど今日夕方までめっちゃやばかったね。めちゃくちゃやばかったです。ヒョウ柄ハートありがとうございます。キャンディーありがとうございます。ハートありがとうございます。ヒョウ柄タコありがとうございます。ヒョウ柄ハートのギフトめっちゃたくさんありがとうございます。たくさんありがとうございます。ラブレターありがとうございます。あ、5日の世代交代、そう6月6日の世代交代前夜公演に出演します。久しぶりの平日の世代交代です。バースデーカードの方はぜひ、はい、6月5日の世代交代出演します。久しぶりの平日。あ、来た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 音しないんだけど。え、やばいやばいやばい。手元で大きくして。え、手元でしてるよ。ここここ、耳の尻尾。なるほどね。来た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 、かりんさんが話してる今。あ、こんにちは熱が流れてる。あ、来た。あ、ちょっと短縮バージョンだ、かわいい。あ、ぐるっと関西も見ました、そういえばさっき。あ、レイポンだ、お団子だ。もうかっこいい、バンドかっこいい、めっちゃ。そう、あ、ママ見られへんねや、そういえば。いいよ、後で見やすわ、ゆっくり。いや多分ね、こっちはシオンさんが先に歌うんじゃないかなと思って見てるんですけど。あ、レイさんだ。バンドめっちゃかっこいい。え、そうなの？見てる？あ、レイポン。あやかさん、カメラ目線だ。あ、短縮するとこんな感じになるんだ。揃ってるね、すごい。テレビの方も終わりましたね。そっち、ネットの方はちょっと、あ、めっちゃかっこいい。え、かっこいい。サビ前のドラムじゃないわ、あのバンド超かっこいい。あ、本当に大鳥だったんだね。
あ、来た。めっちゃ岡田さんだ。こんな感じで終わるんだ。お誕生日おめでとうございますって言ってる。終わりました。お楽しみに。終わっていきました。一番最後だったんだ。終わっていきました。そっか、もう一回見れるってこと、もしかして。そうそう、でも NHK プラスで見てます、パソコンで。でもこの配信は終了しましたって書いてある。いや、終わったら見てみよう。ね、ワンハーフバージョンこんな感じなんだね。結構短縮されてた。劇場フルだもんね。すごい。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ね、生バンドめっちゃかっこいい。サビ前のやつがめっちゃかっこよかった。そう、だいぶずれてる。そうそう、NHK プラスはね、遅れて出てくるんですよ。レインボースターありがとうございます。よしみはまだ堪能してる。ね、レイソンおめでとうございますって言われてた。音符ありがとうございます。すごい、皆さんと結構遅れてたかも。 ショールームもラグがある上にね。ね、お団子可愛かったレイポン。めっちゃバンドかっこいい。曲調がさ、そもそもバンドっぽいからさ、めっちゃバンドとマッチするよね、この曲。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ヒョウ柄タコありがとうございます。キャンディーありがとうございます。お仕事お疲れ様。お疲れ様です。キャンディーありがとうございます。ヒョウ柄タコありがとうございます。よしみん、こんばんは。曲良すぎて CD100 枚くらい買いました。 曲良すぎて、なんかね、そうそう、2分くらい遅れてるんですよ、プラスは。でももう1回見れますね。あれでも録画した。そういえばテレビでも録画した。シンジさんウィンクしてた。みんなウィンクしてた。ほぼはみんなくらいウィンクしてた。パチーンとね。もう一回見れるのかね。後で見れるのか。後で見てみよう。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ヒョウ柄タコありがとうございます。ね、そう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 。デレテテテテテが一番かっこよかった、めっちゃ。そう、6調の曲だからさ、生演奏が超マッチするんだよね。自宅でコール。 いいね、きっと届いてると思いますよ。ね、みんな可愛かった。投げキスありがとうございます。後ろにちょっと CD 飾ってみヒョウ柄ハートはどういったら、わからない。ヒョウ柄ハートってどういったら手に入るんだろう。ありますよ。定番っていうところに。あ、だって。定番、だからヒョウ柄タコありがとうございのます。数がっていうやつですよね、なんか。でもこれ、メンバーそう、明日の世代交代。本当だ、明日、そうだ、姉出ないけど、平日普通にありました。姉は、でも久しぶりに平日の世代交代かも、6月5日が。イエスイエス、久しぶりの1回だ。明日は、松岡さくらさんとみひなさんが出てくださいますね。姉はテスト中なので出れないんですけど、DMM でしっかりバッチリ、しっかりバッチリ見たいと思います。投げキスありがとうございます。ヒョウ柄ハートありがとうございます。そう、 NHK プラスで「うたコン」も見れるし、今日のお昼にやってた「ぐるっと関西お昼前」っていうやつもね、今日ケイトさんとサカタンさんがね、生で出てたやつが後追いでね見れるんですよ。
だからさっきご飯食べる前に見たの。うんうん、遠いね、次よね。そう、ぜひぜひ。ヒョウ柄ハートありがとうございます。昨日からね、AKB のこっちの歌唱力ナンバーワン決定戦のハートとレインボースターありがとうございます。すごいよね、ヒョウ柄ハートとハートありがとうございます。そう、 NNB は2日目、あ、今年の今やってるのは去年の決勝の再放送なんですけど、その明日と明後日がもう今年の本ちゃんだから、今日と昨日とおとついとで再放送みたいなのをずっとやってるんですけど、今年のメインの予選の放送は明日と明後日なんですけど、明日と明後日2日間に分けて全グループを、そう、なんか収録したのに生放送ってどういうことっていう感じの方もいらっしゃるかと思うんですけど、この前収録してきたやつを生で審査員の人がその映像を生で見てるっていうやつで、その場で点数つけるみたいな、そういう感じ。そうで、 NNB が出てくるのは2日目だそうです。だからアイネとか、NNB のメンバーが出てくるのは明日、明後日です。明後日多分最初なのかな、わかんないけど、全然また詳しく出てきますって書いてた。ヒョウ柄ハートありがとうございます。自分が歌ってグルート関西も見たよ、見たよ。アイリちゃんしか勝たんありがとうございますハートありがとうございます。ヒョウ柄ハートありがとうございます。そうなので、6月3日がレイさんの生誕祭 M 公演に出させていただきまして、5日が成功体です。そういうことか、月水ってことか、月水ってことね。テスト終わったら急ピッチで M の練習頑張ります。ヒョウ柄ハートありがとうございます。そう、ぐるっと観戦も見れるよ、プラスで。ちょっと待って、全国で見れるのかな、それってね。え、わかんない。便利な世の中だね、ねえヒョウ柄ハートありがとうございます。そう、金曜日に弥生さんも出ますよね。そう、今日かと思ったら金曜日でした、弥生さんが出るのは。ヒョウ柄ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。え、どうなんだろう、プラスだと。あ、でもご当地プラスって書いてあるってことはさ、地域の番組を集めましたってことは関西っていう一覧から見れたりするってことじゃない？うん、各局のって書いてるから。だってあれでも北海道のさ NHK プラスの番組見れるよ。ホットニュース函館とか見れる。すごい、関西も見れるんじゃないかな、わかんない、見れなかったらすいませんヒョウ柄ハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。そうそう、歌唱力の再放送割と頻繁に放送しててびっくりした。あれでもレインボースターと投げキッスだるまありがとうございます。ポニテの横顔姿ぽっぽい姉のポニテの位置は決まってるんですよ、固定です。ここと青と耳を結んだところの高さなんだって。ちょっと高くなったよね、今日は低いよ、今日は低め、今日低め。ヒョウ柄ハートありがとうございます。リアルタイムでぜひ見てください。で、一緒にぜひねツイートしてくださると嬉しいです。イシミン頑張れってそう、わかんない、今年はわかんないけど、去年は放送中にツイートされたやつが番組の下の方にひょって出てきてたんですよ、ずっと。よくあるニュースとかにあるやつ、伝わりますかね。朝のニュース番組とかになんとかなんとかっていうハッシュタグつけたら、ここにビョンってリアルタイムでツイートが出てくる感じで、去年はそういう感じでリアルタイムでツイートがここに流れてたんですよ。そのハッシュタグがついてツイートがこの辺にずっと流れてた。だからまるまるちゃん頑張れみたいな、そう、
んがよしみん頑張れってつぶやいてくれたら嬉しいです。ヒョウ柄ハートありがとうございます。楽しみ。ちょっと恥ずかしいわ。ポリ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 、ちょっとそれは恥ずかしいわ。無理無理、恥ずかしいから。いやいやいや、自分が歌ってるとこ見るのも恥ずかしいわ。恥ずかしい。BMM で自分が踊ってるのは大丈夫だ。うん、恥ずかしいわ。ちょっと録画してある。おー、ありがとうございます。バッチシや。これすごい。レインボースターありがとうございます。イベントでしょ、ね、かかってる。何回も出られてる方がほとんどやけど、ね、決勝行くのは。うんかさんもしおんさんも昨日も。ヒョウ柄ハートありがとうございます。3日はダメ元で申し込んでますね。レイさんの生誕祭から倍率すごそうですが、レイさんの生誕祭に出る日が来るとはまさか思ってもいませんでしたので嬉しいです。だるまありがとうございます。火曜日は7限だけど今テスト期間中なんですよ。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ヒョウ柄タコありがとうございます。どっちも仕事、わー頑張れ。お仕事全国の見れるっぽい。ご当地プラスでなんかホットニュース函館とかあるし。ちょっとね、登録わかんないけど、なんですけど登録しないといけないんですね。まあ、ちょっと詳しくは調べてみてください。でも私の人はそういえばなんかヒョウ柄ハートとレインボースターありがとうございます。あ、小判ありがとうございます。ポニテかわいいです。ありがとうございます。ハートありがとうございます。いちみやんちゃんかわいすぎる。ツイートしてください。ハッシュタグつけてぜひ。アバターのイメージすごいよね。曲合わせ的ありがとうございます。そう、小論文編特別バージョンも配信されましたのでぜひ見てください。それもね、ぜひ感想をツイッターで教えてくれたら嬉しいです。めっちゃ17時にツイートしちゃったからさ。あ、ツイートしてくださってる、嬉しい。もう一回リポストしとこ。リポスト。リポストしときました。17時にしたからさ、早すぎてちょっと埋もれちゃったかなと思ったんで、リポストしました。ぜひ、感想お待ちしております。ドキドキ。ヒョウ柄ハートありがとうございます。みんな優勝でしたね。みんな優勝でした。超かっこよかったです。ヒョウ柄ハートありがとうございます。そうそう、役にもそうそうそうある感じ。そうそうそう、スポーツ中継。そうそうそう。そうそう。ニコニコ、ニコニコはあれコメントだけど、ツイート、ツイポスト、ポストか、ポスト。そうそう。ニコニコはコメント欄にあったやつが、うばーって流れてくるけど、うばーって感じじゃなくてピッて出てくるの。ハッシュタグついてるやつが多分なんかハッシュタグついてなかったり間違えてたりすると出てこないかもしれない。てか今年もあるかはちょっとわからないんだけど。レインボースターありがとうございます。その小論文すごい。30日はユートピア公園からの、わーいいね。ユートピア公園21時なので公園終わって、まあ家はちょっと皆さんの父さんにもよりけりだけど、多分最初な気がするんだよね。わかんないけど、書き方的に、いやわかんないけど、出てくる順はまた別、なんか後ほどとか書いてあった気がする。確か、あ、そう、詳細の時間はだって、だから
かんないけど21時から2日目の21時からです。初登場なのであれですけど頑張りました。ハートありがとうございます。緊張した？そんなに？でも見たらめっちゃガチガチだった。どうするんだよそう、花水木さもっと多いと思ってたんだけど歌ってる方少なかった。マリーゴールドとか風なんだっけとか多かったよね。花水木 2,3 人とかだった気がする。もっと多いかなと思ってたんだけど、マリーゴールドとか、あ、風が吹いてる、それそれとかが多かった気がする。ちなみにあれは花水木か未来予想図2か、なんだっけもう一つ迷ってたやつ、そうですね、シークレットベースですね。そうですね、で迷ってました。結果花水木になりました二人か花水木、へえ。ヒョウ柄ハートありがとうございます。メンタル強いよっちゃんちょっとシオンさんが出てくるまで見ましょう。ヒョウ柄ハートありがとうございます。あとは配信があってから、ノングロいつまでだっけ、まだやってない。そういえばノングロ、ノングロいつまでだったっけ。うっすら聞こえてる。6月2日までだ。はあ、思い出してよかった。昨日からだ。はあ、ありがとうございます。6月2日まででした。フレンズ歌ってはるわ。最初のイメージ強いね。去年も最初だったからさ、あの今年も最初なのかなとか思うから、多分早い時間な気がする。ヒョウ柄ハートありがとうございます。音符ありがとうございます。え、トレンド入りしてるの、レイさん。あ、浅井七海さんってすごいスタイルいいね。ヒョウ柄ハートありがとうございます。そう、前の小論文もぜひ読み返してみてください。ちょっとリンク貼ったんですけど、検索から吉見愛朝日新聞さんのところトップページの検索から吉見愛って調べたら今までの小論文も読めるので、ぜひ読み返してみてください。朝日新聞さんもね、でもあの過去の文もまとめてくださってたので、それからでもぜひ合わせて4つ読んでくれたら嬉しいです。感想をぜひ聞かせてください。ハートのヒョウ柄ハートありがとうございます。花水木、そう、花水木、そう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 、ブレーキランプ5回と迷ってた。ドラクエ呪文 T シャツ公開しないで、あー、クダースいいね。ちょっと着る日作ってないけど、そう、ドラクエ呪文 T シャツさ、ママも欲しいなと思ってたらしくって、ママセレクトであやねにプレゼントしてくれるんだって。 T シャツを、呪文をね、呪文をママセレクトであやねにプレゼントしてくれるらしい。だから届いたらまた公開します。7月発売とかだから多分8月ぐらい届くの。どうしてもあやねにプレゼントしたい呪文があるの。え、何？ラリホーとか逆か、起きてほしいのか紅茶ありがとうございます。わからない、それフバーハかもしれないし、ね、紅茶ありがとうございます。収録の時他のグループの人会えなかった、時間が合わなくてね。フバーハかけてって言ったのにかけてくれへんかったから、ね、伝えるまでありましたね。ヒョウ柄タコありがとうございます。小籠包ではない、ヒョウ柄ハットと投げキッスありがとうございます。
ザラキとか書いてたら怖いよね。うわやばい、あかん絶対。てかそれ切られへんし、まあ売ってるけど。パルプンテ人気そうやね。あれはパルプンテ欲しいなって思った、見た時は。都内のダルのパルプンテあるよ。え、どのシーンで都内たパルプンテ、え、やってみようみたいな。どうなったパルプンテ、え、覚えてない、どうなったっけな。あ、勝手に買えるやつになった気がする。あ、何だっけ、ルイダの酒場な。そうそうそう。連日テスト疲れ様ありがとうございます。テストもあと3日、あと3日ありますテスト。先週から始まって、あと3日あります。1日は少ないけど長いんだよね期間が。伝わる、1日は薄く長くってこと、薄く長くってこと。何を着てお昼寝してほしい。まんまやな。何をなかったっけ。あら、まだ3日も、そうなのよ、まだ3日も、明日は一教科。そう、公演の日はパイキルト欲しいな。欲しい、パイキルト。勉強頑張るうちみんなでパワーを。ありがとうございます。なんかほんま焦ってるんか。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。勉強の殺気を感じたわ、やねんから久々に。いつ？この数日だけ。あ、そう。でなんか夜中に、今回はでももうほんまに短期集中型かっこ一夜時だから、夜中にさ電気がついてるわと思って、あれの部屋に入ったら、うん、ブロンコの3時ぐらいに机の机に座って、嘘ほんまに、え、何してるんって言ったら、勉強しなあかんかなって言って、え、でももう夜中の3時やで、何してんの、ちょっと間違えたわって言って寝てた。だから意識はやらなあかんって思ってねんけど、やば、机の上に何も置いてなかったと、あとなんかベッドに、やば、心霊現象やん、思ってんねんけど、 TikTok が流れたまま寝てるとかな。嘘、うん、姉の携帯 TikTok 入ってんで。コーチありがとうございます。やば。1日3教科厳しいけど1日1教科とかなんですよ。え、昼寝って30分ぐらい。え、テストだったら早いからさ帰ってくんの。昼ご飯食べて、いつもならお弁当を食べて眠いなと思いつつ授業やけど、眠いなと思ったら昼寝できちゃうからさ、最近ほんまに昼寝の習慣ついちゃってる。確かに、ただの屍のヨーダ T シャツはでもなんか売ってそうやけどね、観光客の方向け T シャツショップとかに売ってそう。バラありがとうございます。ゆちが頑張ってるか、頑張れる、頑張ろう一緒に。そう、土日もそう公演があったから。そうなのよ、高校になったら優待離脱かな。難しいよね。ヒョウ柄ハートありがとうございます。少しの昼間頭にいいんだ、はい、無意識に偉すぎるっていうか怖いけどね、記憶をないし、あれね、それマジで覚えてないんだけど、そんなことあったんだ。うん、ぼやーって浮かび上がってたよ。へー、一応寝かしつけといたで、大丈夫だから寝ようなって言って、全然記憶ないわ、浮いてない感じだったから、いや、とりあえず 寝て自分はできるって思って、やばいしかないんやろな、頭に。自分できるって思って、そのマインド、ママミンの方が幽霊見てる説。ちゃうちゃう、ノッペルゲンカ。そうかな、オラオラ、ね、今度動画撮ってほしいわ。でも、あ、撮っとくわ。
もう起きるとこも撮ってほしいわ。そうやってまたさリップサービスで言うやんか。えじゃんじゃん、ね、自分がさ起きるとこの記憶とかほぼないからさ。えひどい話や、ね、ないよ、起きた瞬間の記憶とかないで、寝る時もない。隣のだから撮っておいてほしいねん。両隣三軒向かい三軒両隣の人たちみんなあやねが起きる時間知ってると思う。田舎やし、まだ半目のよしみん。半目のよしみんがね X に流れ出たのでもう怖いものなしですわ。ヒョウ柄ハートありがとうございます。金縛りはあったことないんですよあやね。お、今日誕生日おめでとうございます。ぐおめでとうございます。ひどい、パチ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 、おめでとうございます。ヒョウ柄ハートありがとうございます。素敵な一年に。はいはい、ヨチミは逃げ出した T シャツ欲しいな。確かに逃げ出した T シャツ欲しいな。ああ、次のグループシオンさん出てきはんねん。もうちょっとな、水の泡、水が足りへんかな。よしみんメイクするとドラっぽくて可愛いね。いやいやありがとうございます。いつもと顔違うからかな。シオンさん2番目の5番目。そうそう、 Vlog で大公開されたからもう怖いものなしです。パチパチパチ、ありがとうございます。エイヤーで飛び起きる、そんなエイヤーみたいな。金縛りはなったことないな。バラありがとうございます。ハートありがとうございます。すごい、もうツイートしてはる。はや、年々上手になりはんねんね、出ていくためにね。これから結果がどうであれ。小判ありがとうございます。出たらいいよ、ね、紅茶ありがとうございます。プリプリすごい。あ、すごい、もうツイートしてはる。はや、あ、ツイートしてる。あ、あ、でもツイートしてなかった。届けへんねんな、これ。うん、ちょっとこう、いや、いいよ。ヒョウ柄ハートありがとうございます。金縛りは怖いん、怖いんか。会ったことないけど。夢見ないタイプなんですよ。あ、手作りソフトクリームね。アイヌのソフトクリームの煽り、何がいいかなって言ってたらリオピが提案してくれました。手作りソフトクリームにしたなって。借りました、リオピの案。ラブレターありがとうございます。そう、30日の21時から夜9時からぜひ見てください。歌唱力決定戦初めてですけど、初出場ですが頑張りました、頑張りました。何回も出てる人も多いのでね、そういう人も見て勉強したいと思います。他のグループさんもいますので、明日が NNB 以外のグループの放送もやってるので、よかったら見てみてください。9期研究生の中からはあやねと田中美空ちゃんと渋谷さゆきちゃんと衣笠あゆみちゃんが出ました。丸の内サディスティックね。ね、すごい、すごい。でもあやみちゃんのさ歌声に合いそうじゃないですか。一緒の撮影じゃなかったから
ちょっと聞かれへんくてさ、めっちゃどんな感じなんかワクワクしてる、あやみちゃんの歌声がね、かっこいい声してるから。スタミトアイカさんの歌を聞いたことが、ヒョウガのハートありがとうございます。確かにこたつみかんで歌ってた人たちやな、みんな。え、ほんまや、若たん、ゆかたんも含め、ほんまやみんなこたつみかん出てた人や、あのか歌合戦みたいなやつ。選曲がだいぶ左右された。投げキッスありがとうございます。あとは何回も何回も、今回で6回目なんですよ。で6回とも出てる方とかもいらっしゃって、あとは3回4回2回3回とか出て、何回も出てね、なんようやく決勝行けましたっていう方が多いんですが、ウーカさんも予選落ちも経験しはっての決勝決勝やってるな。そうで、あのアミルンさんは審査員特別賞とかでファイナリストライブとか昨日の会話出てはったね。はい、ヨガラハートと投げキスラブレターありがとうございます。サムライバーガー、肉厚トマトベーコンバーガー、絶対美味しいやん美味しそう。選曲めちゃめちゃ大事、アミルちゃんの時ずっと思ってた。あ、そうなんや。ヒョウガラハートありがとうございます。てっぺん取る前どうですかね、あれも何回も出たいと思います。また来年も出たいと思います始まる前から始まる前から。いやでもね、 CS に移れることだけでもすごいと思うしね。しかも100何人も出てるやつね、 AKB グループ全体。むしもはや関西ちゃんは海外からも、海外の人ってすごい上手な人いるよね。あのその人も海外の人も日本の歌歌うの。そうそうよ、日本語の練習するってこと。いやいや、日本語はそこまで知らなくても、日本の人もそうやん。英語の、え、さっき日本語の練習するってこと。日本語の歌をね、だから日本語の練習するってことや、うん、英語の曲歌やったら英語練習するってことやな、うん、すごっ。そうそう、 CS 一旦宇宙一旦宇宙行くんや、それ知らなかったけどそう、 CS 映れるだけでもね、すごいと思うんですよ。そうそうね、グループ横断イベントってすごいですよね。NNB のファンの方も AKB の人のさ見れるし、逆もしかりね、えすごいよね。なので何回も出たいと思います、始まる前から時をかける少女だってはる。生バンドで演奏しはる人たちがテンション上がるような選曲とかもいいと思う。なんかあの、ミシミ宇宙行っちゃうから、そうそう。夢見る少女じゃいられない。レインボースター、ありがとうございます。あ、アニメとかが入り口なんだ。へえ、なるほど。あ、めっちゃ上手。過去のファイナリストが選んだ曲は選びにくいって言って、あ、確かに比較されちゃうもんね。そんなこともないと思いますけど、あれでも花水木選んだけど、過去にめちゃくちゃうまい花水木で予選でね歌った方がいたんですよ。めっちゃ うまい、わけが違うぐらい上手な方、ね、そうそう、わけが違うぐらい、あの曲違うかと思うぐらいめちゃくちゃ上手な方の花水木があるんですけど、花水木選びましたへえ、世界の花水木は日本語、そんな、そうなんだ、すごい、日本のアニメってすごいんだね。
ずきの選曲は少ないのかもね。確かにハードル高いもんね。池田さんの選曲めちゃくちゃうまかったそんなうまいんや。そうほんまに。そのウーカさんもね、去年やっけ、そうウーカさんも去年予選で歌われてて、でした、ね、そうなの。だからちょっとドキドキなんですけど。なんか表現力、1時間30分過ぎてた、気づいたら。もうすぐシオンさんが出てきはるんで、洋柄ハートありがとうございます。まもなく10分早ね。ユニット戦、去年はユニット戦っていうのがあったんですけど、5回を記念してユニット戦やってたらしいんですよ。そう5回を記念して、だから10回であるかな分からんけど、ユニット戦やったら来年もユニット戦誰かとやってみたいね。今年もあるんかなと思ってたんですよ。だからユニット戦で出れたらいいなとか勝手に思ってたけど、ありませんでした。クマありがとうございます。出遅れました、終わりますごめんなさい。花束ありがとうございます。ごめんなさい。投げキッスありがとうございます。13位水族館さんありがとうございます。12位コバトンさんありがとうございます。11位平八さんありがとうございます。10位スティッチさんありがとうございます。9位ヨンさんありがとうございます。パチパチパチ。8位朝賀さんありがとうございます。7位マキシさんありがとうございます。6位ヤズさんありがとうございます。5位ロンドベルさんありがとうございます。4位ウーカメインの箱石さんありがとうございます。そして3位はデキ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 デン F さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はデキ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 デン大見さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はデキ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 デン春さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。皆さんも来てくださってありがとうございました。雨には気をつけてくださいね。皆さん台風も近づいてるみたいなので気をつけてください。明日もテスト頑張ります。あと3日頑張ります。ではでは、明日の配信はまたお知らせします。今決めたら、え、じゃあ朝にします。明日は6時半からしますので、よかったら遊びに来てください。それでは次の配信も来てくれるかな。またね、応援してます。ありがとうございます。ありがとう。またねー。